パート2ですね。めっちゃよし、よし、何のボギーだけどね。まあいいパット2でしたよね。うん、ここむずいよね。これあれか、左傾斜で左 OB ちょっと浅いところ、左怖いんだよね。で右バンカーでしたっけ、両方バンカーだったっけ、左バンカーじゃん、左か、で右だと狙えなくなっちゃうやつ。ああ、ドライバーで行くんだよ。あ、右もあったね。このホールでドライバー持てるってことはもう左全く嫌、なんていうかこう出ないなっていう自信があるってこと。いや、ヒヤヒヤよ。え、ヒヤヒヤ、ヒヤヒヤね。ショウさんはね、いや、ショウセイ、あ、ショウセイ、あ、そうね、今までの持ち玉から考えたらちょっとスプーン持ちたくなるロケーションだけど、めっちゃ綺麗なフェード打ってて、この時素振りからして結構もう怪しい感じ出ちゃった。テイクバックでちょっとこう手が離れすぎですよね、上げていくときに。俺も結構離れてるよね。ショウタさんもともとこう離れてて近づいてくるじゃないですか。うん、加藤さん近いとこからこうすごい離れていくから、そっち、うん、見ててなんかもう体とバラバラって感じが、うん、これで完璧なんだ。おお、よしよしよし。だろうね。230ぐらいかな。どんどんトップが浅くなってる。しかもさ、もうさ、なんかネタが古いんですよね。うん、持ってるネタが古いんだよな。飛んでないですね。162、7番やん。絶対届かないもん、ね。このドライバーの距離から考えたら絶対届かないです。これもまあ、まあ、案の定、ショートじゃないこれ。うん。そうっすよね。うん、まあ、左はいいところですよね。めっちゃ置いてかれてるやん。すごい笑顔とすごい歩き方で帰ってきました。よかった、すっきりしました。絶対ドアの鍵閉めてるパターンだと思ったよ。かっちゃんこと防火するといたわ。うざい笑顔だったんで閉めて。横からね、もうカメラワークが。いや、それは追えないでしょ。ちゃんとアップしてほしいよね。厳しい。厳しい。何のカットだったんだよ。一応使ったことある。これはいいんじゃないですか。くる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 ーって。ヘルキどんくらい練習してるの今。どういうことですか。どのくらい練習。ドライビングレンジに行く頻度、週に。全然行けない。ほぼ毎日。あ、毎日行ってんだ。は行きますね。でも行ってもそんなに打たないですよ。100球ぐらいじゃないですか。あ、そっか。それ以外何してるの。トレーニングしたりとか。うん。うん、じゃあトレーニングとだってレンジで 3時間くらいでしょ。バイトしてるし。あ、そっかそっか。毎日行くんだ。まあ一応最近は行きますね、割と。
仕事だもんね。ん？仕事だもんね。うん。かっちゃんは？俺？うん。俺は、かっちゃん何もしてないでしょ、普段。まあね。仕事してるよ。立ってるだけでしょ。そんなわけあるわ。お前すべての仕事してる人に失礼だよ、それは。いや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 、お前バカにしてんだろ。仕事してる人のこと。だってこの間電話してもすぐ出るし、なんか仕事中だとか言いながら15分ぐらい電話してたし、暇じゃんっつって。違う、俺はあの仕事の電話も携帯に入るから常に持っていて出れるようにしてるの。忙しかったら出れないでしょ。そうだよ、暇だったもん。暇なんだ。やっぱ立ってるだけじゃん。 LINE も結構返ってくるもんね。YouTube にもコメントしてるもんね。仕事中にプレミアム公開とか毎回コメントしてるから。仕事中なんでしょ。仕事中って、まあ、空き時間を うまく利用してるんだよ俺は。物は言いようだな。ショートさんも2番やもん。持ってる持ってる、すっげえ飛ぶやつ。テイラーのやつですか。キャロウェイ。あー、ちょっとユーティリティチックな。そう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 。いやー、やっぱね、練習したくなるよね。たまにしたくなるね、うん、こういう動画見ると。もう飲んじゃってる。一番飲んじゃいけない人飲んじゃってる。本当だよ、俺が一番健全だろ。オカリスエイトです。なんでこれ2リットル。なんかね、酒飲んでオラついてんのになんか白い襟出してなんかおぼっちゃましたよ。おぼっちゃ、酒飲んじゃってるよ。くだらねえ。くだらねえよ。いつもくだらない。くだらないっていう自覚あるんだよ。よかった、まだ自覚があって。結局飲むんか。うざ。つまんな。寒いわ。マジで寒い。自分で。本当にゾッとする。今後に生かしてください、ね。いや違う、俺は適当に言ってるだけだからカットしてくれればいいんだよ。全部使うでしょ。飛ばねえな、マジで。いや、やばいよ、飛ばなすぎでしょ。俺の4万円みたいな感じでしょ。だってこれ、角まで250、60ぐらいの感じだよね。そう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 。だから230万いってない、この時。ずっと4万円打ってるってことでしょ、ドライバー。俺は。そうだよ。辛くね。そうだ、ずっと4番アイアンでティーショットしてるのと一緒だよ、お前が。しかも、なんで144ヤード9番アイアンで打つの。8番ないんだよ。そう8番ない。変えよ。もうはちゃめちゃだから俺のゴルフ。で、力んでどっか行っちゃうんでしょ。まあ左。そう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 。8番ない。今日もないの。うん。ショートは結構うちに引くよね、うん、あれはどうなんですか、照木さん的には。いいんじゃないですか、やっぱり俺もそう思う。これはテイクバックあんま関係ないの。結構でもうちにさ、ショートさん結構シャットに使う感じだから、うん、まあ、だからたまにアイアン引っかかるけど、うん、でもいいんじゃないですか。あんまバックスイングは重き置いてない。いや僕は結構意識して大事だなって。いや、スクエアじゃないですね。シャット気味、絶対開いて上がるように開いて、うん、フェースもそのシャフト面っていうかスイング面、クラブ自体もやっぱ開いて上げるっていうイメージはありますね。なんでやっぱかぶせて上げちゃうと、うん、ダウンスイングでもう開いてきちゃうんで。そう、うん、俺と逆だよね。だから、ああ、開けないの。ショートさんはちょっとフック握ってるし、それでシャットに上げてるから、うん、いいんじゃないですか。それでだってこう左に振り抜いていくから、腰を切りまくって、うん、シャットのまま切っていくってことだよね。シャットにしといて、かぶせといて、ハンドファーストで左に振り抜いてみたいなイメージ。
なんかどっちかというとこう捕まえていくっていうか逃がしながら打つ感じですよね、うん、僕は逆にもう基本右行く形作っといて、うん、そっからどれだけ捕まえられるかみたいなイメージだから、そういうことね、うん、じゃないとなんかもう僕の場合は打ち出しがもうとんでもなく右行くミスとかもやっぱ出ちゃうしマジパターンで本当パターンで、インパクトに自信がなさすぎる。そう、ベル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 。確かに手離しちゃう。恥ずかしい。いやいいね。右に池があるとこ。そう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 。いや、それはもうこんないいスイングしてたら曲がんないですね。そうね。曲がん。ショートさんこれスプーンだったら池届くんじゃないですか。ね、寒いから今無理だね。クソみたいだな、これ。あんな右に出てさ、林に突っ込むんだよ、これ。どこの林？左の。バンカー左の。OB じゃん、ほぼ OB。よかったね、出てきて。OB からの生還ね。チーピンすぎる。しっかりとリアップね。カットしたり、喋ってる人が切られちゃってるし右ちゃった。こいつも下手じゃね。下手下手下手。しょうがないじゃん、初めてだからね。そうそうそう、最初はね、うん、勝田さんもうベテランじゃん。出演回数的にはもうベテランの域だからね。ウルカベね。いい勝負。どうしたなんかいい風なこと言ってるんだけど軽いんだよな。いいよね、仲良いからさ俺らさ、もうちょっとさ寄り添えたらな本当に。寄り添えのバカみたいに打つからさ、バカみたいに、あがりさんホールバカみたいにするの。ショートのせいだ、ショートのせいだ、ショートのせいになっちゃうんだよ。ショートのせいだ、使ってるし。うん、普通だったら8番で打つの？この距離。7番。そうね。7番か。いや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 。これすげえ軽く打っちゃったでしょ。いや、多分7でしっかり打ってちょうどいいぐらいだよね。そうそうそう。で、なんかね、もうギャップがすごいの。前打ってた距離とさ、今打てる距離みたいな。まだそのギャップが埋められてない。そういうことね。うん。もっと飛ぶだろ、俺みたいな。フェアウェイバンカー苦手だわ、うん、最近さ、このフェアウェイバンカーどうやって打っていくかよくわかんない、わかんない。毎回気合、うん、とりあえず当てるみたいな。キミラったら、キミラでもそうなの、うん、うん、とりあえずダフんないようにみたいな感じですよね。そうそうそう、でかい、やっぱ難しいんだフェアウェイバンカー。難しいね、難しいですね。50、60ヤードくらいのバンカーめっちゃむずくね。めっちゃむずい、苦手。50、60ぐらいは逆に、マジで、うん、どうやって、とりあえず番手上げて普通に打つか、何52度とか帰れピッチングとかフィーで打つか。フィーだとなんか100ヤードくらい吹っ飛んじゃいそうなんだけど、それクリーンに。エクスプロージョンですよ。え、エクスプロージョンショット、かっこいい。技みたい。ゴルファー大丈夫カズヤさん。技みたい。技みたい。爆発させんのね。そうですよ。こっからパーパットって本当やっぱきついよね。そう。3打目何したんですか。見てなかったけど今。ちゃっくりした。距離の問題じゃない。強制
いいタッチ。バーディーパット。めっちゃ切れるな。だいぶ切れたね。いいんじゃないですか。集中してっからね、これ。絶対決めるよ。じゃあちょっとすげえ自信ねえじゃん。入れ入れとか言って。しっかりフォーク。絶対違うの。いや、初めてイップスを感じてんの。なんでイップス感じるんだよ。いつも大体分かるもん、なんか入りそうって。うん、ナイス。この時は全然分かんなかったね。ショックさんのショートパット転がりいいっすよね。いいの、なんかいい感じする。しっかり打ってるからかな。終わった。カズさんは、ね、ボギーペース、ボギー安定してます。